松山城は、武全国京都郡松山にあった、日本の城、神田町指定史跡。標高128メートルの松山山頂付近に、主角があり、二の角、三の角が連なっていた。現在では採石場となっており、三の角や出城は破壊されている。ただ、施城縦掘りや石段の遺構等も現存している。本丸跡は、東西22メートル。 南北32メートルの長方形の平地で、本丸の大手口には、石類が残っていて、本丸上台の東側には高さ3メートルの、石類が現存している。本丸の北から西、南にかけて3メートルの落差で、幅10メートルの腰車があり、さらに東へは幅20メートルほどの車が、階段状に続きここを経て2の車に至る。二の角は東西に35メートル。 南北に12メートルで北側、南側は高さ2メートルの土塁で囲まれている。さらに2の角の東に3の角、小木が隣接するが、採石のため消滅している。伝承では、740年、太宰権の措置、藤原広次が、朝廷に反旗を翻した際に気づいたとされる。時代はおり、940年の藤原住友の乱に、祭し、神田光委員の居城となった。 その後は、神田氏が在場をしていたが、1157年に、平行政によって滅ぼされた。松山城は、安寄の三男、平信盛が居城とした。1185年、信盛の子、平義盛は、壇の裏の戦いに従軍して敗北し、受水自殺を遂げた。1196年頃には、武全国に下校してきた白石の子祖である、宇都宮信房が支配した。 ここでも松山城は激しい攻防の舞台となり、長野市当主、長野直盛が松山城を支配した。1336年、後醍醐天皇の兼務政権に反旗を翻した足利高氏が九州に下校、それに従う将により久は松山城を攻略し、その後、将により久を城主に据えた。諏国の大内氏が、 武全国を含む北九州地方へ勢力を伸ばすと、武全国の要衝として松山城を重視し、重心であった杉氏の杉行進を守護代に任じ、上司とした。1398年には、大友士官が大友近代に反乱を起こした際に、士官方の攻撃によって、落城、城代の杉工司は討ち死にした。大内氏は松山城奪回後、秋国の国人であった。 天野秋義が入場して、その後に内死にした、工事の兄である、杉広信が入った。その後は、杉氏が在場をして続き、1551年まで、その支配が続いた。しかし、当高房の無本で、大内氏当主、大内義高は、自害、1556年には、毛利氏に基準した松山城主で、武前氏五代であった、杉十吉が、 大友義重配下、田原近弘の攻撃によって敗走、松山城は落城した。傍聴計略によって、大内涼を平凡した中国地方のオス、毛利元成は、大内涼であった北九州への侵攻を開始、武全国の幼少であった松山城を攻略して、優勝、天野高重、杉氏の一族、杉重吉を入れた。1562年に、 松山城は大友氏の攻撃を受ける。しかし1563年に室町将軍、足利義輝の圧戦によって、毛利氏と大友氏の間に和睦がなり、松山城は大友氏に引き渡された。その後は長野広森が城主となったが、毛利氏や大友氏が京都軍に侵攻するに及び、たびたび従属先を変え続けた。そのため、永禄末期から天正年間にかけて、 大友氏、毛利氏から大規模な討伐を受け、長野氏は零落した。また、1579年に、杉重義が毛利氏に反旗を翻して、松山城を退去して、美の島城に入った。重義は、高橋元種の攻撃を受けて打ち死にした。着難の杉元義は、毛利氏家臣として続いたが、無前国支配に関わっていた杉氏は、 ここに、その無前支配を得た。1581年、毛利方であった、長野博盛が松山城にこもる、同じ毛利方の高橋元種を攻撃する事態が起きた。1586年、豊臣秀吉は、九州征伐を開始。主力であった毛利軍が松山に入ると、近隣の豪族である、白井友房や長野市等がこぞって基準。松山城には、 毛利氏家臣、日本憲宝や湯浅進む衆が入った。島津市降伏後、松山城は黒田義隆の所領となり、1600年の関ヶ原の戦いの後に、武前国を領した細川忠興の所領となった。松山城は1606年に廃城となり、800年に及ぶ城の歴史に終止符を打った。松山城関那町公式 HP、広崎安尾。 福岡県の城会長者、1995年4月14日、80ページ。ISBN4 から874151000。広崎厚を福岡県の城会長者、1995年4月14日、82ページ。ISBN4 から874151000。ありがとうございます。